現代大阪の代表的な筋の一つ、御堂筋この項では、大阪都心部の道路網について扱う。大阪都心の道路網は、飛鳥時代の7世紀に起源を持ち、豊臣政権期の近世初頭に筋と通りを基軸とした道路網が成立した。その後近代以降に、モータリゼーションの進展に伴い自動車道路へと発展していった。筋。 通り成立期の大阪。豊臣期大阪図屏風より、現在の大阪都心にあたる上町大地は、和の豪の時代の五世紀以降、何和を中心に、倉庫群や、南馬館といわれる、外交施設が存在していた。また、何和と、宝院坂倉庫群を連絡する道路と、これらがある、上町大地から河内、泉方面へと通ずる陸路の存在が、想定されるなど、 南馬宮成立以前より、すでに都市的性格を持っていた。皇玉天皇4年、木の富の変によって、祖外ルカを打倒した、中野大江の王子らによる、新政府は、同年12月、南馬長江豊三崎愚への戦闘を行った。日本の古代都市は、中国の都の情勢に藩を取り、外区の方位を揃えるという特徴を持つが、海新政府による南馬愚。 ケもその霊に漏れず包囲の揃った外区を備えていた。海進政府は、南馬宮から、西南の四天王寺方面へ向けて、道幅30メートル町の須ザク王寺を付設し、須ザク王寺はさらに南方に延長され、南馬大道へと展開していった。さらに天向きの南馬ケには、情防制が施行されていた。これらの南馬ケの地割りは、古代から中世へと受け継がれていった。 16世紀末、本能寺の変合の政治構想を制して新たな中央政権の主催者となった豊臣秀吉は、居城を大阪に据え都市開発を進めていった。豊臣期大阪城下町は、開発当初は大阪城から平野町を経て四天王寺へ、さらにその先の境へと至る南北に長い都市構造を施行していた。しかしその後、大阪城から上町、 船場地区へと東西方向に展開していった。そのため通りは東西方向に設定され、また南北方向の道は筋と呼ばれるようになった。こうして大阪都心に現代まで続く筋と通りを軸とする道路網が成立した。戦後大阪市建設局により大港時代以前からの慣習を継承して幹線道路に愛称をつけるということが行われている。 1970年と1983年に合わせて33路線、1995年に公募により14路線、合計47の幹線道路に愛称が付けられている。西側から北側から大阪市内の国道で愛称が付けられていない主な道路。ありがとうございます。